生です。今日もよろしくお願いいたします。今日の内容は、首と肩のストレッチです。はい、皆さんまず手前用意していただいて、力でくだけ力抜いてくださいね。そして次、はい、息吐く。はい、前来るとき吸う、吐く、はい、吸う、肩力抜いて、はい、もう一回上げて、はい、閉じて、手めっちゃ後ろ行かなくていいので、斜め後ろ、はい、じゃあ前に、はい、吐く、はい、吸う、はい、吐く、はい、吸う、吐く、はい、吸う、息吸って、はい、息吐いて、はい、大体こうやって繰り返して、8回から10回くらいで、はい、していただいて、はい、最後1回、吐いて、はい、吸って、はい、ゆっくり。あ、結構、こう、腕の血の巡り良くなったな気がしますね。こう、両手交差して、腰まっすぐ、息吸って、そして次、ね、吐くとき、息吐くとき、はい、手前、背中も後ろ。はい、もう一回。はい、吐く。はい、吸う。はい、吐く。はい、吸って。吐いて。吸って。手はずっとまっすぐまま。吐いて、背中と手、両方ね。こう、自分のここ、前と後ろ、頑張って。はい、吸って。吐いて。吸って。吐いて、これも8回、毎日8回から10回、毎回ね。はい、吐いて、はい、まっすぐ、吐く。まず、胸上げて、はい、次、背中、ね、全部肩骨出してください。はい、最後、吸って、吐いて、はい、ゆっくり下ろして、もうめっちゃ、ここ、肩、肩骨とか胸の運動になったと思います。はい、吸って、上、はい、開けて、息吐いて。はい、じゃあ次、息吸って、上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 。はい、息吐いて。はい、じゃあ次、上、吸って、はい、吐いて、はい、じゃあもう一回、はい、ね、このまま下ろして円を描いてもいいし、ね、あの、直接行ってもいいし、ね、はい、まず置いて、指示、上に行ってる。そう、肩骨また閉じる、そして下ろして、はい、引き上げて、吸って息、はい、息吐いて、お、上手上手、みんなもう一回いい感じ、上、ね、指示上に上げる、回すじゃなく、はい、こう体、耳より後ろを上げて、はい、そして下ろす、はい、もう一回、最後一回、上、はい、肩骨閉じて、はい、下ろしてください。いい感じですね。まず両手交差して、自分の胸のところ交差しておいて、はい、まず息吸って、吐いて、上行くとき吐いて、顎上、
口閉じて、そう、手は自分の筋肉を下に逆に引っ張ってほしい。はい、戻すとき、戻しました。吸う、戻したとき吸って、はい、もう一回吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、顎上、吸って、吐いて、顎上、吸って、吐いて、手もちょっと力入る。そう、首しっかり伸びて。はい、最後一回。上顎。はい。どうですか？すごい前伸びた感じ。必ず、顎上に行くとき。頭後ろ、こう上に、頭後ろだけ行くなら、本当に頸椎に負担かけますので、逆に頸椎痛めてしまう場合もありますので、こう、顎上に意識し、手もちょっとね、補充して、下に力、ね、指だけ、上げるとき、ちょっと入れてください。それで、横のときは片手、ね、後ろ、片手、後ろこう置いて、片手、自分の頭の上に持ってきて、はい、じゃあ横に、と肩力抜いてね、はい、息吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、はい、もう一回ゆっくり吸って、吐いて、最後一回もう一回いきましょうか。はい、吸って、吐いて、はい、頭戻ります。横結構伸びた感じですよね。次、頭斜めに向くようにして、はい、息吸って、吐いて、息で。ちゃんと力抜いて、息最後まで押し通して、はい、息吸って、吐いて、はい、吸って、吐いて、はい、最後一回吸って、吐いて、はい、ゆっくり戻ります。はい、手もゆっくり戻してください。今、伸びた感じですよね。はい、じゃあ次、反対いきます。反対の手、後ろ。こういう感じ。反対側、こう押さえて。はい、じゃあ倒れてください。そして次、呼吸と合わせて息吸って、吐いて、息吸って、吐いて、力全部抜いてね。はい、息吸って、吐いて、息吸って、吐いて、最後一回吸って。吐いて、はい、ゆっくり戻して、次、斜め向きます。はい、息吸って、吐いて、はい、息吸って、吐いて、吸って、吐いて、吐
して最後一回して吐いて、はい、OK、戻ります。はい、戻ります。はい、まずこういう感じでまっすぐ固定して、指先上に軽く置いてください。足後ろ、まず膝曲がって腕から背中まっすぐにして、吸うよ、吸って吐いて、力抜いて、肩のところ力抜いて、はい、吸って吐いて、はい、もう一回息吸って吐いて、はい、息吸って吐いて、息吸って吐いて、息全部出してね。最後一回息吸って吐いて、はい、足前に歩いて、はい、寄せてきます。ストレッチ終わりました。多分、本当に肩骨、あと体の横のラインすごい、軽くなりましたと思います。一日疲れた後、ぜひ寝る前とかお風呂出た後とかちょっと、やってください。例えば首だけでもいいし、あの手術周りの動きだけでもいいし、覚えてる動きやりたいところで十分と思います。はい、じゃあ今日のレッスンここまで終わります。チャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。またね、バイバイ。